向ヶ丘、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 向ヶ丘は、現在の神奈川県川崎市宮前区、高津区、多摩区にまたがる地域の地名である。現在は、高津区の一部地域に、向ヶ丘の町名が残るとともに、宮前区西部に向ヶ丘、向ヶ丘、地区と呼ばれる地域がある。また、ここから派生した、向ヶ丘の故障が、旧向ヶ丘遊園及び、 向ヶ丘遊園駅周辺地域で使われている。向ヶ丘地区、向ヶ丘地区は、川崎市三山駅東部の内旧向ヶ丘村の地域、新木本町、新木、五所塚、平、南平台、初山、犬浦、菅尾、菅尾,菅尾が、岡白旗台、水田区潮見台の総称として、川崎市役所などで使われている故称である。 この場合は、向かいが丘と読まれる。平らに、宮前区役所、向ヶ丘出張所、向かいが丘出張所が置かれ、ここでは向こうが丘地区の住民向けに、区役所業務の一部を取り行っている。また消防署出張所や地区センター、子ども文化センター、旧向ヶ丘郵便局などの公共施設も付近に立地している。最寄りのバス停は、向こうが丘出張所、 とまた、旧陸軍に接収された後に返還され、一時期大技向かいが丘であった地域では、路線バスの停留所や、高速バス東名高速線の、東名向こうが丘、東名向かいが丘停留所などで、今もその名が使われている。向こうが丘、旧城作のベアザ南原の大根に、かつてあった松の大樹で、稲毛七本松に数えられる名木であったと、伝えられるが、現在は、 枯れてしまっている。名の由来は、村民が願い事がある際にこの松の幹を縄で縛り、成就したら縄を解くという習わしがあったことから、現在はバス停としてその名を残す。向かいが丘は、川崎市高津区の北東部、高津区城作の部の南側に隣接する地域の町名である。この地名ももっぱら、向かいが丘と呼ばれる。長番を持たない。 単独町名であり、住居表示水し区域。かつては、旧向岡村大技城作の部屋座南原の一部で、あったが、1940年、昭和15年に、当地周辺が、旧陸軍に接収され演習場として使われることとなり、1951年、昭和26年の農地開放により変換される。その時、旧向岡村地域には、向ヶ岡、 向かいが丘、旧宮崎村地域には、宮崎、宮崎と旧村名にちなむ大技が仮に付けられた。その後、宮前区分区にあたり、宮前区となった地域については、新たな地名が付けられていったが、高津区に残った地域についてはその後も変更はなく、現在の高津区向こうが丘になっている。2017年、 平成29年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。向ヶ丘遊園は、1927年、昭和2年に開業した小田原急行鉄道、現在の小田急電鉄が、向ヶ丘、村大技長尾、当時の丘の上に同年開園した遊園地である。 また、後に、同社はこの遊園地の最寄り駅として近接する、稲田町上戸地区にあった稲田の戸駅を、向側丘遊園駅に改称したことから、駅名が地名としても使われるようになり、定着することとなった。遊園地は2002年3月をもって、閉園となったが、すでに定着していた。この駅名は変更されずに残り、駅と遊園地を中心とする地域では、向ヶ丘、 向こうが丘の名が今も多く使われている。遊園地があった旧向こうが丘村の名を平地区のほか旧向こうが丘村以外の地域、とりわけ旧稲田町の堀と宿河原、旧生田村の堀田などの地域でも向こうが丘を関する施設や店、建物などが多く見られ、その多くが向こうが丘と読まれている。かつての向こうが丘村、向こうが丘村、現在は 向かい川岡地区と呼ばれる地域は、かつて豊かな森が広がっていた多摩丘陵の東端部に位置し、その森を水源とする、平瀬川上、中流地域及びや上川源流域の野党を中心に、集落が開けた地域である。現在は、生田緑地や、東高根森林公園など一部地域に限られてしまっているが、かつて、平瀬川の両岸は、豊かな森に覆われており、この森に家を得、 平瀬川流域の平地に田畑を開いての生活が営まれていた。今も一部地域には田畑や雑木林が残っており、菅尾地区の白井坂には埴輪を制作していた6世紀頃の窯跡が見つかるなど、この地域の森が散する土や木材が利用されていた様子が伺える。また、この森は綺麗で豊かな地下水を蓄えることから、昭和中期まで川崎市水道の水源にも用いられていた。 詳しくは平瀬川歴史を参照。玉丘陵では、四牧地貝塚、現、高津区四牧地、約7500万年前に形成されたと推定されているが、最も古い部類のものであるが、この頃は、現在の溝の口あたりが海岸線であったと推定されており、その周辺に貝塚が分布している。当地域はそれより数キロメートルばかり陸側に入った。 位置にあるが、当時の名残は見つかっていない。当地域で現在知られている、最も古い遺跡には、縄文時代前期の菅岡根塚遺跡、現在の増式団地南東部がある。1967年、昭和42年に、発掘調査がされた際には、遺構等は見つからず、国曜石製の石器や石符などが出土している。この他にも、縄文中期のものとして、 塩見台遺跡、初山遺跡、長尾本現台遺跡、現在の古書塚、向ヶ丘南平遺跡などが調査されて、縦穴式住居跡などが見つかっている。縄文後期になると、菅尾塩見台遺跡や下原遺跡、下原遺跡、現在の東高根森林公園の一部など、集落の大規模化が見られるようになる。特に前者については、縄文中期から、 平安時代頃にかけての遺跡が見つかっており、調理場の炉の跡などが出土している。また、潮見大遺跡では、弾きの骨倉木が出土し、その中からは、和道海鎮などの古塵が出土していることから、奈良時代から平安初期にかけてのものと推定されている。長尾大遺跡、藤山遺跡公園からは、縄文時代前期から、弥生時代さらに、 古墳時代の住居跡が出土している。律令制のもとで、統治機構に組み込まれて、以降、当地域は、武蔵国吉住軍、立花軍、立花の氷の一部となったが、当地域の地名が、資料に登場するのは、鎌倉時代初期になる。この時代は、各地で荘園が開かれたが、当地域の内平及び下菅生は、菅尾郷と呼ばれる、国画寮であり、また上作の部付近は、 石関家直轄領であり、稲城省と呼ばれていたと考えられている。また、鎌倉時代は、玉川が鎌倉防衛の最前線と位置づけられ、玉川沿いの平地を見渡すことのできる、上作のべの玄緑が丘霊園がある丘の上には、防衛拠点として、作のべ城が築かれた推定されている。その後、吉祉軍の大部分が後北条氏の支配下に入ると、 当地にも支配が及び、小田原州所領役長にも地名が記載されている。江戸時代に入ると、東部の城作の村、長尾村は旗本、村上佐栄馬、信清の支配下に入り、幾度かの所領外を経た後に、溝の口村などと同様に天領となる。平瀬川沿いの低地には田畑が広がり、周辺の丘陵地には豊かな森が広がり、その中に民家が点在する。 里山風景が広がっていた。当時の森林面積については、記録があり、例えば上作延べ内には、森林面積が20町4段4世17歩、約20ヘクタールあり、そのうち100兆林が19町3段2世17歩、つまり、大半が民有林であったと伝えられている。また、大胸平瀬川に沿って設けられた、主幹村道。 おおむね現在の一般指導溝の口かき汚染に相当は幅2軒約3.6メートルであったと伝えられている。当地域は平瀬川に沿って集落が開かれていったため、栄橋付近で大仙街道に合流するこの道が交通の要衝であったが、その境外な地形とその先に住む人口も指して多くなかったと伝えられる子から幹線道といえども 必ずしも通行者が多くはなかったものと想定される。当時の平瀬川の流路は曲がりくねっており、また周囲に丘陵地が迫る地形から頻繁に氾濫を起こし、両岸は一面が泥の海と化すことも頻繁であったと伝えられている。現在も昔ながらの佇まいの民家が一歩三腹に入ったところに点在している様子を見ても当時の状況をうかがい知ることができる。 逆に言えば、その氾濫源にはかつて田が開かれていて、その肥沃な土地を生かした農業が営まれていた様子も伺える。明治になると当地域は神奈川県吉寿宮の下に置かれ、また中央集権化を進める中央政府の移行を受けて、全国で町村の合併再編がされるが、当地域では旧月顔村、旧平村、旧長尾村、 九条作延村予備九死も作延村飛び地が合併し、向ヶ丘村、向ヶ丘村が成立した。その後、昭和初期まで続き、1938年、昭和13年に、川崎市へ編入する。詳しくは、旧筆樹群、向ヶ丘村の節を参照。高度成長期になると、東部では、向ヶ丘遊園が営業していた、長尾地区や、川崎市、 神奈川県が早くから、緑地指定をしていた幾田緑地、東高根森林公園、緑が丘霊園があったことや休憩者地が多かことなどから、宅地開発の波は比較的小規模に止まったものの、小田急小田原線に近い西部の菅尾地区では、1964年の初山団地をはじめ各地で団地が造成されていく。また隣接する旧宮前村、宮崎村、 現在の宮前区の内をおむ旧向ヶう岡村以外地域や横浜市緑区、現在の青葉区での東急玉田園都市開発が本格化して、以降はその影響も受け、南東部でも急速に宅地化が進んでいくこととなった。以降、かつての豊かな森は次々に切り開かれて、宅地や団地が作られるようになり、また1971年には、菅尾地区に東洋医科大学、 1973年に、聖マリアン内科大学に、会場と付属病院が開業、大規模医療機関が少なかった川崎市北部地域の医療の中核を担うとともに、当病院を中心に、周辺各駅を結ぶ路線バス網が構成され、当地域の交通網を拡充に資することとなった。なお、菅尾地区の森は、平瀬川、矢神川及び早淵川の水源地であることから、 横浜市との境に位置する森の一部が後に水沢の森、水沢の森として保全されることとなった。現在は唯一の公共交通機関である周辺の鉄道駅とを結ぶ路線バスの混雑や遅延が目立っており、公共交通の確保が課題の一つとなっている。詳細は公共交通の節を参照。向こうが丘の存命、地名の起源は定かではない。 新編武蔵風土気交換の五十八吉女群の位置に、向うが丘の名が登場しており、ここでは、山の名前として紹介されている、この山には亀ほど、細山、菅、高石、菅尾、長尾、咲野辺、かつては一つの村だったが後に、上咲野辺、下咲野辺に分かれる、久本、末永の旧村があるとしている。つまり、かつては一地域の地名としてではなく、 玉の横山などと同様に、より広い地域にこの名が使われていたことを示唆している。向ヶ丘村については、旧吉樹群、向ヶ丘村の節を参照。また、この資料では、ただ伝わるところ、と、断り書きの上に、丘の連なる様子からこの名が来ているとの説を紹介している。実際、当地域は、丘陵地が連なるところであり、 しかも多摩川洗浄地に接する地域でもあるため、群馬が立地し早くから開けたと推定されている、羊群中心地域、現在の高津区、下口、宮前区の側周辺から見るとちょうど、向こうの丘、丘であったと考えられる地形である。現在の玉区赤一丁目に、神奈川県立、向井の丘工業高校があるが、この、向井の丘、向井の丘という表記も、向井が丘、 向ヶ丘と同様の意味で使われたものと考えられている。他にも、向ヶ丘、向ヶ丘、向井の丘、向の丘などの表記、読みが使われていた場合もあり、旧向ヶ丘村も当初はもっぱら、向ヶ丘と読まれていたという。例えば新直線、小野小町の歌には、武蔵野の向井の丘の草なれば、根をたずこ、寝ても、哀れとぞ思うと読まれており、さらに遡って、 万葉集などでも、向井の丘、丘を読んだ和歌は、少なない。しかしこれらが当地域を指して読まれたかは定かではなく、玉丘陵、武蔵野大地には同様の地形が多く存在していた、ことも考えると、この古障が当地域以外でも使われていた可能性が、こうとも言える。1889年、明治22年、四家村が合併して誕生した、向井丘村の名は、 当時の長尾村村長、鈴木久屋氏の命名による、当初はもっぱら、向岡村と読まれていたが、向岡岡遊園開園以降には、向岡岡、向井岡、向岡岡の地名、故障が定着してゆき、現在ではもっぱら校舎が使われるようになった。1889年、明治22年、神奈川県吉祉郡の旧平村、菅尾村、長尾村、 上作の村及び下作の村とビチが合併し、向こうが岡村、向岡む、向かいが岡村が成立した。村名の由来については、地名の由来の不死を参照。合併当時の各村の状況については口述する。向こうが岡村は1938年、昭和13年に、川崎市に編入し消滅した。旧吉次愚城作のべむ作のべは、 諸資料によれば、かつて、江戸時代までは隣接する、下作延村と共に、作延べ号であったが、その後分割したと考えられており、その正確な年代は不明である。現在は、そのほぼ全域が、高津区上作延辺になり、南端部の一部が、高津区向こ岡丘となっている。また、下作延辺新木本町2.24丁目との境界を一部、変更している。 緑ヶ丘霊園の南側が、町域に含まれ、標高差約30メートルの休憩者地に挟まれた地形で、その間の東西方向に、強調の谷を平瀬川が流れ、定地部分の標高は20メートル前後である。霊園がある丘陵の麓には、延命寺と赤木神社が、立地する。赤木神社は、旧村内に点在していた神社等を合祀したもので、この下が、 宮の下と呼ばれ、商店街は形成されていた。この辺りが、村の中心であり、また、東急田園都市線梶ヶ谷駅が開業するまでは、身代わり不動村大名王院、下作の米への参拝は当地を通っていったことから、人通りが多かったものと考えられる。また、延命寺は、天台宗赤城山明閣院と称し、神代寺の末寺である。現在の坂迦道橋付近に、 かつて釈迦堂があり、これが現那元年に当地に移された。赤木社と共に一つの坊とされていたが、神仏分離令以降は分離されている。このほか、古くからの住民により、今も坊が残されている地域であり、念仏坊、稲荷坊、知人坊、高新町、善光寺坊、御嶽坊などが活動している。実際、 当地域の道端には地蔵や行進塔などを見かけることが多く、その様子が伝わってくる。旧上作延べ村内には次のあざながある。中央に流れる平瀬川周辺に田畑が開かれ、ここが原間谷と呼ばれていた。その両岸に迫る、丘陵地の北側が北原、通称、日向、南側が南原、通称、日陰と呼ばれていた。なお、北原、 南原の原は、丘陵地の上が大地状になっているところから付けられたものと考えられている。地名の由来については、定説はないが、境愛な場所を意味する、柵が東西に伸びている様子から、柵の部と呼ばれるようになった、とも考えられている。また、上、下については、かつて関東では、京都よりの土地を、上、江戸よりを、下と名付けることが、 一般的であったと言われており、それに習ったものと考えられている。旧吉珠軍長小村、長、小村は、その尊命の由来には、定説はないが、かつては、長岡村と称しており、後に、長岡景虎、上杉謙信が当地を行軍したことから、その名にあやかって解消したと言われているが、かつて、長岡村と称していたことを示す記録が他になく、その真偽は定かではない。 また、長尾影虎の関東侵入に先立つ永六元年、1558年に、北条氏康が発行した虎の印番状に、長尾の地名が見られる。平瀬川沿いに開けた、現在の新木本町を中心とし、多摩川が迫る丘陵北側までを含む地域が、旧村域だが、その大部分は、丘陵地であり、旧憩者地が多く、平地は、新木。 本町付近の局わずかである。多摩川の扇状地に接する北側には、現在は日経両本川が通っている。新木という地名は、古くから呼ばれており、銅村を代表する地名であったが、そのゆえんは定かではない。東学院、天台州、新大寺門とのある谷と、現在の新木本町一丁目、五所塚付近が、通、新木屋と、四木屋とと呼ばれており、 また、東学院は、正式名を、新木山長徳寺と称し、付近の地名にも、新木の名が見られることから、この付近に由来するものとも考えられている。北部の明楽寺は、忍寿年乾燥権とも伝えられる。あず鏡では、伊公寺、長尾寺と記され、源の頼朝から数代にわたっての祈祷所であったと、記されている。旧長尾村内には次の名がある。 旧吉樹郡平村は、旧長尾村と旧下菅尾村の間、旧向ヶ丘村の中央部に位置し、平瀬川沿いの平地とその周辺の丘陵地が含まれる。村名の由来は定かでないが、平瀬川流域の、やや明けた平坦地であることから、などと言われている。建久三年、1192年には、源頼朝により、白旗八幡社が再建され、 稲毛三郎重成により、稲毛僧者とされたと言われる。以降、周辺各地に分社を持つようになった。旧平村内には次のあざらがある。旧吉住軍菅尾村は、1875年、明治8年に、下菅尾村と天津地震田村が合併して、成立した。中世には、菅尾郷と呼ばれていたが、江戸時代までに分かれたものと推定されている。また、 菅尾は、文字通り館が生える土地という意味で呼ばれたものと考えられている。なお、上菅尾村は1875年、明治8年に五反田村と合併し、幾田村となっている。旧菅尾村内には次のあざ名がある。当地域には、鉄道が通っておらず、公共交通はバスが中心である。バスを運行している事業者は主に、川崎市バス、東急バス、 小田急バスで、溝の口駅、宮前平駅、向こう丘遊園駅をはじめとした、東急園都市線、小田急小田原線の各駅へのバスが運行されており、特に、溝の口駅方面へは、日中でも3から10分間隔などと高い頻度での運行となっている。しかし、バスの混雑が目立つようになっている。また自家用車が集中し慢性的な道路混雑が発生していることから、 バスの定時運行確保が難しくなっているなどの問題がある。特に駅から離れた菅尾地区ではこの問題が顕著で、公共交通の確保は当地域の課題の一つとなっている。地下鉄、川崎縦貫高速鉄道の敷設についても計画されたことがあり、新百りが丘駅から菅尾地区を通って武蔵小杉駅に抜けるというものである。もっとも既存の流動と一致するものではなく、 また当地域東部、平、上作の別地区では利用できないなど、当地域の公共交通の問題を完全に解消するものとは言えなかった。計画は莫大な費用がかかるなど事業性に難があり、休止されて建設には至らなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。